立憲民主党代表選7日告示23日投開票をめぐり当選1回の吉田晴美衆院議員52は7日午前国会内で記者団に立候補する考えを表明した出馬に必要な推薦人20人確保のメドがついたという出馬を目指していた枝賢治衆院議員68は立候補を断念し吉田氏の支援に回る